え、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていくんですが、今回はこちらですね。21日の23時59分まで、雑草類ゲリラ無料ガチャ来てますよということなんで、これを引いていこうと思います。今日はね、ちょっと、厳選ロックガチャ1回引く動画撮ってるので、無料単発の方はね、もうその時についでに引いちゃったから、今回は本当に、ゲリラ無料の、ザッツオールのみですね、やっていこうと思いますという感じで、行きましょう。行くぜ!さあ、どうよ。なーっと!ダメなやつか!金玉は一応4つある。一発目は外す。さあ、1枚ぐらい変わってほしいところだが、ちょっと厳しい気もするな。ああ。ダメでしたね。はい。ということで、今回弾けるのはこれだけなんですが、そうね。今来てるガチャの中だと、厳選ラックガチャのサポカもう一回、ジェムが溜まるなら引きたいかなとか、そんな感じでは考えてるんですが、ちょっとね、厳しそうかなと。ラックのサポカ引いて余裕があったら選手も引けたらな、みたいなね。そんなことを思わなくもないんですが、ちょっとね。なかなか、集まりそうもないかなという感じですかね。そうだな。やっぱりそうなるとね、メモリアル1500もうちょっと我慢してればラックガチャ引けたのになと思わなくはないけど、でもこの前のアップグレードガチャ、グレードアップガチャだっけ、もう結果的にはね、2回目の時でいいの弾けているから、なんとも言えないところなんだけどね。そうだな。でね、サポカに関して言えば、今回ね、ザッツオールの、ゲリラ無料が来てたわけですが、できればね、ちょっと期間内で言うと、エピナギの、簡単に思い描けたし、あともうちょっと引きたいかなと思っていて、できれば、80まで上げて、この固有ね、解放してしまいたいかなというところはあるんですよね。スペルクつくのと、ジョージキックアップ 3% っていうのが結構でかいかなと思っていて、エクストラボーナスももちろんでかいけどね、この辺がつくので、ちょっとね、80目指したいかなとは思うんですが、でも80にするためには、2回じゃダメなんだよな。1回、2回、3回、3回じゃダメか。4回引かないといけないんだね。4回引くと、4回で合ってる?ちょっと待って、1回引いて70でしょ ?2 回引いて75。で、そこでピースが尽きるから、あと2回引かなきゃいけない。やっぱ4回か。そうだね。4回引かないとちょっと80にはできないから、どうなんだろうな。いやでもね、バローね、レベル70で止まってんのが結構、今となっては悔いが残るというか、バローの方もね、80まで上げれば、スペレックボーナス、フィジカル固定ボーナス、ジョージフィジカルアップ、ジョージキックアップっていうね、これやっぱこういう解放されてるかされてないかかなり違うから、ちょっと、もったいないことしてたかなということも思うので、エピナギのサポカもちょっとやっぱり、手に入らなくなってから、やっぱ取っときゃよかったな、みたいなのは感じるんだろうなと思うと、もうちょっと頑張りたいかなというところですかね。バレンタインの、サポカーなんかもね、ちょっと55っていう、イベントの交換込みで、
なんか半端に12ピース残ってるみたいな状態ではあるんですが、まあ1枚だけしかね、結果だ出てないっていうことだよね、要は。っていう状態なんで、まあこの辺とかも考えるとね、まあやっぱ期間限定のやつって、後で取っときゃよかったは、あるんだよな、というとこですね。エピナギサポカはいつまでなんだっけ？そこが重要。エピナギサポカは24日までなのか。ん？本ガチャは5月24日13時より再度開催されますだから、まだ24日じゃ終わんないのか、これ。サポカー、エピナギのサポカー自体は選手と違って期間限定だよという風に書いてはあったんだけど、ただいつまでとは書いてないんだよな。これ24日まででガチャ終わるよっていうことなんだけど、本ガチャは24日13時より再度開催されますになってるから、まだそこで終わるわけじゃないんだよな、きっと。いつまであるんだ、これ。いや、結構それによって、いろいろと引きたいガチャ事情も変わると思うんだけど、どっかに載ってたっけ？あ、5月31日までの期間限定か。一番上に書いてあったわ。なるほど。あ、だから今月いっぱいの限定なんだね、きっと。今月中にあと何回、この2枚をゲットできるチャンスが来るのか、だなぁ。まあ、それを考えると、やっぱり厳選ラックガチャなんとかもう1回引いて、そこで簡単に思い描けたしがゲットできれば、これ絶対2枚抜きなんで、まあ、あと2枚で80までいけるぞとなったら、まあ、もうちょっとね、ゲリラ無料ガチャとかでもチャンスあるかなとか思えるようになるんだけど、まあ、なかなか、まあ、そもそもね、ちょっと厳選ラックガチャ引くだけのジェムがないから、どうかなっていう感じですね。まあ、あとはあれか、交換ポイントの話だったりするけど、まあ、そこもね、一応150のやつは交換しちゃってるからね、サポカに関しては。そうだね。まあ、次150溜まったら、おしゃと交換するのが無難な気はする。まあ、ザッツオールもありか。とかね、その辺ではあるけど、66ポイント。まあ、まだね、ゲリラ無料来ると思うんで、今月中に150だったらもしかしたら溜まるんじゃないかなと思ったりはしてるんだけど、まあ、その辺も含めて、どれがどこまで育つかですよね。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。